皆さん、こんにちは。はじめまして。私は悪性リンパ腫経験者の松浦美里と申します。どうぞ、今日はよろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をさせてください。私は1984年1月10日生まれの現在38歳です。香川県の丸亀市というところの出身です。趣味はダイビングや旅行に行くこと、あと料理をしてお家でみんなで食べたりすることが好きです。また北海道の旭川を拠点としてアヤシップという団体でアヤ世代のがんや難病患者さんの患者会を開催しています。ここからは私の経験した病気についてお話しします。初発は24歳の時で、悪性リンパ腫のステージ3と診断されました。最初は大学の健康診断の胸部レントゲンで異常を指摘されたことで病院に行きました。当時、ひどい寝汗や、倦怠感、皮膚のかゆみ、息苦しさ、微熱、肩の痛み、お腹の痛み、首の腫れなど、さまざまな症状があったんですけども、遊びすぎだなぐらいで、特に深刻に考えていませんでした。当時の私ですが、大学で将来したい仕事に向けてゼミの仲間たちと頑張っていたり、ルームシェアをしていたので、そのお友達とお家でワイワイしたり、部活のダイビング部での活動に力を入れたりと、未来に向けて爆走中のいわゆる普通の若者でした。なので気楽に行った病院の初診で、主治医の先生から、悪性リンパ腫という病気だと思うんですよね。不安と思うけど、一緒に頑張っていきましょうね。と言われた時も、ポカンとしてしまいました。悪性リンパ腫という言葉も初めて聞いてよく分かっていませんでした。なので先生に聞いた一番最初の質問が、今日の飲み会行っても大丈夫ですか?でした。先生は、でもお酒飲まないでね。という感じでした。そして次の質問は、夏休みのダイビング合宿は行ってもいいですよね?と聞きました。そしたら先生は、来年はきっと行けるから、今年は我慢してね。という答えでした。これで初めて私は、なんかちょっと普通の病気とは違うような感じだな、というぐらいに認識しました。さて、初発時の治療ですが、化学療法を8クール、約8ヶ月間行いました。なのでこの時は大学を1年間休学して、寛解後に復学することとなりました。最初の1ヶ月は大学病院で入院しました。2週間に1回の抗がん剤投与を行い、1回の点滴時間は2時間ほどでした。これが初発時に入院した時ですけど、友達がお見舞いに来てくれた時は、デイルームでふざけたりするぐらい元気に過ごしていました。しかし、高齢者が多い病棟でしたので、一度病室に帰ると孤立することとなってしまいました。1ヶ月の大学病院での治療が終わった後、通院治療に切り替えたんですけど、私は副作用の吐き気がとてもひどくて、通院治療が困難だったので、実家に帰り、昔からお世話になっていた小児病院で入院することになりました。その時は抗がん剤した後に3日間入院して、残りの11日間はお家に帰って過ごすという治療に切り替えました。これが実家に帰った時の様子です。もうこの時割と脱毛も始まっていました。この時は大学病院とは逆で子供ばかりの病棟だったので、また孤立することとなってしまいました。さて、抗がん剤のイメージなんですが、皆さんはどんなものをお持ちでしょうか。私はテレビで見るような吐き気とか脱毛とか、とりあえずなんかやばいやつだなぐらいに思っていました。基本私の性格がのんきで陽気な性格なので、口癖もまあいっか、しゃあないな、なんとかなるわっていう感じだったので、抗がん剤に対してもまあ大丈夫でしょうという思いで治療を始めました。しかし抗がん剤というのは全然やばかったです。想像を超えてくる吐き気やだるさ、血管痛、免疫抑制に
味覚障害など知らなかった副作用もたくさんありました。これらの副作用がだんだんメンタルを蝕んできました。何のためにやってるんだろう。このまま寝て死んだら楽なのに。ハゲももう嫌、カテーテルももう嫌。5年生存率って何よ。予後って何よ。私の命って数字で測れるの。友達から楽しそうな近況報告来るのつらい。でも来ないのも寂しい。こういった矛盾した気持ちも抱えるようになりました。そんな気持ちの中、治療中の一時退院の時はとにかく友達に会うことにしました。友達と会うと普通に戻れた気がして、心の安定の面ではとても大切なことでした。こんな感じでご飯に行ったり、ハロウィンパーティーに呼んでもらったり、あとカラオケも行ったりしました。本当はダメなんですけど、友達が私の好きな安室奈美恵ちゃんのライブのチケットを取ってくれて、先生に秘密でライブコンサートに行ったりもしました。みんな普通に接してくれました。そして私はとっても元気をもらいました。そんな大切な友達に心配をかけたくない、元気な私を見ていてほしいと思っていました。それが私の元気の源でもありました。でもじゃあ治療のことや辛い気持ちはどこに出せばいいのだろう。なんだか一人ぼっちだという気持ちが常にありました。そして再発は26歳の時でした。この時は大量化学療法を行い、自己末梢造血幹細胞移植を行うことになりました。その前にチェイス療法という化学療法を毎処置として2クール行いました。4ヶ月ほど丸々大学病院に入院して治療を行いました。そして1年後寛解となり、現在元気に過ごしております。この時は主治医の先生の勧めで、妊孕性温存のため、治療開始前に凍結卵子保存を行いました。痛いし、怖いし、虚しいし、なんでこんなことしなきゃいけないんだ、という思いが強くありました。治療が始まるまでの1ヶ月しか猶予がなかったため、本当にバタバタで行ったんですけど、紹介してもらった専門クリニックは、やはり将来、赤ちゃんとかが欲しいご夫婦が多かったため、自分だけこれからがん治療を行うのにこんな場所にいて、みんな未来があるのにいいなという虚しさがすごく強かったです。しかし今ではとてもありがたい助言だったなと思っています。このおかげで今私は一応妊孕性を温存できているという希望を持てています。そして抗がん剤、あれまたやるのかと思いましたが、一度やってるし、まあ大丈夫かと思って始めました。これが前処置のチェイス療法の時です。これはまだ全然副作用もそんなになくって、全然いける、今回マジで楽勝じゃんと思ってました。しかし大量化学療法、これが正直めっちゃしんどかったです。はじめに経験したような副作用に加えて、口内炎や腹痛、下痢、皮膚や爪の障害など、さらに重い副作用を経験しました。最後の方は、もうお腹とかも痛くて、モルヒネで鎮痛してもらっていて、朦朧状態でした。1ヶ月のクリーンルーム生活は、まるで生きた死体のようでした。これがクリーンルームで唯一1枚撮った写真なんですけど、友達がお見舞いで持ってきてくれた謎に貯難館のお面をつけて撮った写真なんですけど、これが本当に唯一の写真です。こんなにしんどかった治療なんですが、しかし今回は2人の戦友に出会いました。同じ病室だった同世代の女の子2人です。この2人とは注射が下手くそな研修医の愚痴を言い合ったり、おやつを分け合ったり、あと時には点滴台を引っ張りながら脱走してみたり、治療場初発よりとてもしんどいはずなんですけど、
心はすごく軽くて、一度も一人ぼっちだと感じることはありませんでした。これで私はピアサポートの大切さを学びました。今までの友人とのつながり、そして同世代の同じ経験をした友人とのつながり、どちらもとても大切なんだと感じました。命があることがもちろん一番大切です。しかし、やりたかったライフイベントを経験できなくなること、見た目が変わること、普通でなくなること、描いていた未来が失われること、これらのことが、ASSEダイにとってはとても大きな問題だと感じています。そして、がん治療が終わった後も抱えている問題もあります。その一つに、先ほども少し話した妊孕性というものがあります。将来保存してある卵子を使うとしたら、今どんな治療をしておく必要があるんだろう。誰に聞けば知ってるの？好きな人に何て伝えよう。どう思われるんだろう。もういいや、めんどくさいから一人で生きていくし。でもやっぱり理解してくれるパートナーが欲しい。こうした鬱屈とした気持ちを抱えていましたが、それを晴らしてくれたのが患者会のみんなでした。患者会には、がん経験者だけでなく、SLE、混合性結合組織病、クローン病などの自己免疫性疾患の方々、また脳症や脳出血による後遺症と戦っている方など、さまざまな病気の経験者の方々が集まってくれています。友達と一緒に学校に行けなくなったこと、運動ができなくなってしまったこと、大好きな食べ物が食べられなくなってしまったこと、思ったように体が動かないこと、夢だった仕事に就けなくなってしまったこと、子供を持つことを諦めなければなくなってしまったこと、そんなモヤモヤを誰にも話せずに過ごしてきたこと、これらのことは、がんも難病も関係なく、ASSEダイの皆さんは、みんな同じ悩みをや思いを共有していることを知りました。これが患者会の様子です。コロナ前はカフェとかでお茶をしながらおしゃべりしていました。最近はズームなどで交流しています。また仲間たちとはプライベートでも仲良くなってご飯に行ったり、プチ旅行に行ったりもしています。ASSEダイの患者さんたちが一人ぼっちだと感じる世界じゃなくなることを祈って、このお話を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はじめまして、甲斐宏人と申します。今回は、ASSEダイの患者として感じる課題についてお話をさせていただけるということで、短い時間ではございますが、耳を傾けていただければと思います。大きく4つのトピックについてお話をしていこうと思っています。本題に入る前に少しだけ私の自己紹介をさせていただきたいと思います。遺伝性の病気であるフォン・ヴィルブラント病という病気を出生時より抱えておりまして、この病気は個人差はあるものの基本的には血が止まりにくいという病気で、まあ基本的に定期通院をしていれば日常生活にはあまり問題のない病気です。私も実際体調を崩すまでは定期通院のみで、出血がある時に大学病院で薬を入れるというような、多少は不便はあるんですけれども、基本的には問題ない生活を送っていました。ただ16、7歳、まあ高校2、3年生のぐらいの頃から、体調を崩しまして、出血がしばらく続いておりまして、入退院と、通院が必要な状態でした。現在は22歳となりますが、体調の起伏はあるんですが、1日2、3回自己注射と週に数回の通院を継続することで、なんとか小康状態を保っているという、そんな状況です。さて、トピックに入っていきたいと思います。まず一つ目は、青年期の就学についてです。比較的大きな病院では、
小児科に院内学級があるということは皆さんご存知のことかと思います。院内学級は主に小学校と中学校と、義務教育のカバーをしています。ただ、高校や大学についてはあまりサポートがないというものが現状です。と、高校生や大学生についてもやはり学ぶことの保障というのは必要だと私は考えておりまして、最近であると、ネットを活用した、ご覧のような学習支援のサイトがございまして、こういったものを活用して学習をすることは可能です。ただ、卒業であったり学位の取得というのはなかなかこれだけでは難しいというのが現状でして、基本的には就学と治療というのは分けて考えないといけないような状況になっています。現在の取り組みについて少しだけご紹介しますと、高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業というものが2019年の予算の中で、やっとスタートをしました。15から39歳のがん患者さんを想定をして、長期入院における学習指導の提供ということと、退院後の復学の取り扱いについて、まずは調査ということでスタートしているようです。とはいえ、高校生に支援がされるまでにはもう少し時間がかかりそうです。続いてのトピックに入っていきたいと思います。続いては医療制度についてです。病気になると生活面や金銭面で様々なサポートを受けることができます。医療費の補助や手帳の交付、それから年金の受給など様々ありますが、どの制度がどこで行っていて、どこで申請できるのか。実際申請をする際には、まずそこから調べることが必要になってきます。例えば、ご覧の制度の場合、このようになっておりまして、年金は年金事務所、障害者手帳と日常生活用具は市区町村、医療費や公費負担というのは保健所や医療保険など、大変複雑になっています。そして少しずつ重なっているというのも、年金や医療費の手続きの一部というのが市区町村で可能ということを表しています。今回、綾瀬剤ということで、特に成人になるタイミングなのですが、小児のうちというのは、小児慢性特定疾病医療費助成制度というちょっと長い制度でカバーされているんですけれども、これが成人になると難病やその他の医療費制度に切り替えが必要になってきます。また、未成年のうちは保護者の同意が必要になりますが、成人すると基本的には自分で行う必要があるため、その辺も大変になってきます。今後、成人の年齢が引き下げられると、制度ごとに変化があるかもしれませんが、そちらの方はまだきちんと調べられていないので、今回は省略させていただきたいと思います。続いてのトピックに入っていきたいと思います。続いては移行期の医療ということで、移行期と言いますと、小児期の慢性疾患患者が思春期や成人期に移行する期間のことを言います。イメージしやすいのが高校生ぐらいでしょうか。反抗期だったり、まあ、イメージしやすいと思うんですけれども、親に反発したくなる。まあ、そんな時期でございますが、同意能力の所在ということで、ピンクの枠左側なんですけれども、自分の考えを持つようになって、保護者と意見が異なることも、ということで、例えば、お薬を飲むことを例に挙げて考えてみると考えやすいかと思うんですけれども、子供が、まあ、めんどくさくなってお薬を飲まない。で、それに対して保護者はきちんと飲んでほしいから強く言う。で、強く言うと余計に反発をして子供はさらに飲まない。こういうふうにお薬を飲まないような状況のことを、アドヒアランスの低下と専門用語で言ったりしますけれども、こんなことが起こってきたりとか、もうちょっと大きくなって、今回のこの同意能力という意味では、例えば大きな治療に関わる問題として、手術を行う、行わないというところで、子供の方はやりたくないと言うけれども、両親の方は治療を進めるためにもオペを受けなさいという。この場合、本人はやりたくないけれども、法定代理人である親は同意をする。まあ、このような場合は倫理的に基本的にはダメとされているんですけれども、
でも最終的に、同意能力は保護者にある。まあこれなかなか難しい問題ではありますね。例えばもっと逆のパターンを考えてみますと、子供はオペをやりたい。でも保護者はやりたくない。という。この場合、親がストップをかけると結局法定代理人である親が同意をしないということでオペはできないということで、こっちの方はなかなか問題になってくるのではないかなと、まあ自分の体験として思っております。そして、今度は小児科から成人科への移行ということで、小児科にかかっていた、まあそれこそ中学生、高校生ぐらいの頃までは小児科でかかっていたものが、大人になってくると、各専門ごとに先生がついてくるようになります。そうすると受診する診療科も増えるということで、例えば循環器は循環器の先生、で血液は血液の先生、頭頸部は頭頸部の先生というふうに、受診する科も増えてくるわけです。例えば大学生であるような時に、例えば小児科一つで済んでいたものが三つ四つと増えてくると、そっちの方が大変なわけですね。これはなかなか難しいところで、自分も今ちょっと悩んでいるところですが、今この移行期に関しては、小児科の、学会だったりで、まだ、議論がされているところですけれども、今後移行がスムーズになるように支援がされるのではないかなと感じております。続いてのトピックになります。今度は綾世代ってということで、今回の講演のメインのテーマでもある綾世代ということで、まず綾世代の定義を見てみたいと思いますが、思春期若年成人のこと、一般に15から39歳の人を指します。なんでこの期間を綾世代というかというと、この期間に就学や就職、そして結婚などライフイベントが多いから、特に綾世代と呼んでいるわけですね。だからこの世代の患者には支援が必要というわけです。ですが今綾世代と、それこそ Google で検索していただくとわかると思うんですけれども、多くが癌の患者さんについての記事になっています。でも、綾世代というと15から39歳幅広い患者さんを指しているので、癌だけじゃないはずなんですね。ではなぜ癌の患者さんを特に綾世代の癌の患者というのか、まあちょっと自分では不思議なところなんですけれども、現在では綾世代というと、癌の患者さんという固定観念が出来上がってしまっているように感じています。最終的に何が言いたいのかと言いますと、そのまんま今回の講演会のタイトルになってしまうんですけれども、綾世代は癌だけじゃないと。慢性疾患の患者にもライフイベントがあってサポートが必要ということです。まだまだ話したいことはたくさんありますが、今回はこの辺で締めたいと思います。ご清聴ありがとうございました。皆さん、こんにちは。一般社団法人 PPEC の新井です。僕は、脊髄性筋縮小という病気を持っています。ですが、普通に PPEC でお仕事をさせていただいています。ちなみに僕が今いる場所は、北海道医療センターにある病室です。普段はですね、クリスマスに乗って、お仕事をさせていただいているんですが、今回はちょっと諸事情により、別途で動画を撮らさせていただいています。はい。では、今日僕がお話ししたいことは、病院で働くに至った経緯と、まあ病院で働くことに対する難しさですね。これについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい。では、僕が病院で働くに至った経緯ですね。まあ、働くことに対しての理由は最初は特に考えていなくて、まあ、働くようになってから働くってなんだろうなって深く考えるようになりました。まあですがまず経緯ですね。僕はですね、もともと小学校4年生くらいの時に、ゲームプログラマーになりたいなと考えていました。で、まあ、そのために、中学生ぐらいになってからですね、
自分で本を買って、プログラミングの勉強を始めました。まあですが、実際、高校生くらいになっても、プログラミングについてはよくわからないまま、まあ、やっと高校3年生くらいになってから、プログラミングで物を作る、ゲームを作るということを理解し始めました。まあそんな感じで勉強していたわけですが、まあ高校3年生になったら、みんな進路の時間で、まあ就職活動とか始めるわけですけど、それくらいの時期にですね、僕もたくさんのゲーム会社にお問い合わせをしました。お問い合わせですね。履歴書を出したりとかはしてないです。ですが、まあ20社近くお問い合わせをしました。お問い合わせの内容をざっくばらんに話すと、まあ障害を持っていますよと。筋力がだんだん低下していく病気です。で、まあ、病院で療養生活を送っているっていうことと、まあ、病棟の生活リズムに合わせなければならないので、毎日4時間働くのは難しいかもしれないっていう話をしました。3つですね。障害を持っていること、病院にいること、4時間働けないかもしれない。一定時間働けないかもしれない。の3つを、お問い合わせしました。それでも働けますかということで聞いたところ、まあ全部、20社近く全部に断られました。断る理由は全員というか、会社ですから、まあ全社ですかね。全社バラバラでした。障害を持っている方は雇ってないという人もいましたし、病院にいる方はちょっと難しいです。せめて会社に来てくださいというところもありました。あとは4時間以上働けないと、障害者雇用として雇うこともできないので、ちょっと難しいです。で、まあ本当に全部バラバラな理由。まあっていうと大体この3通りなんですけど、で、断られてしまいました。で、まあ、高校卒業して、19歳の冬くらいまでは、まあニートですね。まあニートと言っても、まあニートですね。一応勉強はしていました。プログラミングの勉強。まあちょっとゲームクリエイターは難しいかもなぁと思って、ホームページ制作の勉強だったり、まあ Python で物を作る勉強だったりとかも始めました。で、まあそんな勉強していた中、19歳の、まあ冬というか秋というか、ぐらいなんですが、病院にいる先輩ですね。その先輩が、僕よりも先に病院にいながら働くということをしていて、その方の仕事は、リモートワークについて、まあ教えたり、コンサルしたり、まあ普及したりみたいな仕事をしていたそうです。で、その仕事をしている方から、まあリモートワークの職場体験をさせてもらいました。で、そのつながりで、まあ、ピーペックの前に、イワチョイスという会社に入ることになりました。っていうきっかけがあって、まあ、イワチョイスから今、ピーペックにいます。こういう経緯があって今働いているんですが、なかなか難しいこともあります。はい、ここからちょっと病院に働くということの難しさについて、説明できればなぁと思います。ですね、まず、まあ僕が運よく仕事につながることができたんですけど、仕事につながればじゃあ働けるのかというと、そうではなくて、病院で働くためには、主治医だったり看護師だったり、病院のスタッフに相談する必要があります。僕はこういうところでこういう仕事をするんですけど、いいですかと。で、まあ、正直僕に関しては、前任者がいたので、あの方みたいに働くんですって言ったら、まあ、すぐ通ったんですが、実際そういうわけにもいかず、そうですね、主治医に説明をする、
あと、病棟の生活リズムを合わせる。病棟の生活リズムを優先して仕事をします。もちろん、ある程度は仕事に対して、病院の生活リズム、融通が効くところは合わせてくれるんですが、なかなか全部が全部というわけにもいかないので、そこのすり合わせをしたりだとか、あと、そうですね。病院ではそんな感じです。で、僕の場合はなんですけど、一番大変だったのは、両親の説得ですね。僕の親が親バカなので、知らない会社で働くのは不安だと、いうことでかなり説得が大変でした。まあ、例えば、ね、有名な会社だったら、安心できたのかもしれないですけど、まあ、なかなかそういうわけにもいかなかった。いかなかったというか、うん、僕の場合はそこに繋がらなかったので、余計説明が大変でしたね。で、特に、親から聞かれたこととしては、僕の体力は持つのかとか、僕にそのスキルはあるのかとか、うん、かなりたくさんのことを聞かれました。で、その辺を説得して、両親、あと病院のスタッフの人たちを、と話をして、やっと仕事ができるようになりました。はい、こんな感じですね、大体。まあ、実際もっともっと難しいです。まあ、それが何が難しいかというと、まあ、病院に入院しているので、病棟でのお仕事があったりします。例えばなんですが、病棟ミーティングといって、そうですね。病院で新しくこういうルールが決まりました。っていうミーティングがあるんですけど、そのミーティングに、病室、一個一個の病室の代表者がそのミーティングに出ます。で、ミーティングに出て、意見があれば発言して、まあ、なければそのまま持ち帰って今度、病室の人たちにお話をします。あと僕は、何年か前にちょっと、忙しすぎて辞めさせていただいたんですけど、病棟内でのイベント係っていうのがありまして、まあ、レキュリエーションだとか、まあ、イベントの、準備とか、運営をするっていうお仕事もあります。まあ、そういった、仕事をこなしながら、あと僕はですね、病院内で e スポーツの活動が盛んでして、例えば、僕が何をやっているのかっていうと、まあ、院内での、e スポーツのコーチング、まあ、他の患者さんに、このゲームはこうしたらいいよとか、こういう設定をしたら操作がやりやすくなるよとかもやりますし、あと、院内に e スポーツに関しての取材とか来るんですね。障害を持っている方たちが取り組む e スポーツってどんなだろうって、いうので、取材が来ます。その取材の対応だったり、まあ、これらのことをやりながらも、まあ、今では PPEC の仕事も、両方を両立させるっていうのがあって、まあ、なかなかに大変です。まあ、それだけで大変なのっていう話なんですけど、病棟の生活リズムだと、ちょっと時間が足りなくなったりするんですね。僕が病棟で、余暇の時間を全部割いても活動できるのは大体6時間ぐらいです。この6時間の中で、毎日全てをこなさなきゃいけないというのはなかなか難しかったりします。っていうのが病院で働く難しさですね。そうですね。じゃあなんでこういったことがある中で、それでも働き続けるのかって、まあ気になる方は気になると思うんですね。一応、僕進路の時にも言われましたし、まあ今でもたまに取材とかで言われるんですけど、僕は障害を持っていて、障害年金をもらえます。2ヶ月に1回16万円もらえます。まあ月々で見たら8万円ですね。で、入院費が、まあ大体2万5千円ぐらいです。で、入院費払っていれば、
僕たちで病院に言えば生活ができるんですね。うん。じゃあ、生活できるんだったら、働かなくてよくないって、まあよく言われます。看護師さんとか、まあ、特に毎年新人の看護師さんが来ますけど、新人の看護師さんだったり、まあ取材でだったり、あと学校の先生にも代々します。で、僕はその時に毎回同じことを答えているんですけど、生活することに余裕がある僕たちが働く理由って、自己表現だと思っています。まあ、自己表現って言葉はね、ちょっと仰々しいかもしれないんですが、自分はこんなことができる、誰かの役に立っている、そういったことを実感できるっていうのが大事なのかなと。まあ自己肯定感にもつながりますよね。で、まあじゃあどういうことか。僕で言えば、僕はプログラミングができます。まああとゲームが好きなので、e スポーツのコーチングも、まあ初心者レベルだったらできます。で、こういったことを誰かにお願いされたり、まあ自分から提供したり、ということで、まあよくね、ありがとうと言われることがあります。で、この時に、あ、僕は、プログラマーなんだなとも思いますし、コーチなんだなとも思います。こういったことができる僕、っていうことで、自己表現につながるのかなと思っています。はい。以上です。そうですね、僕が、まあ仕事をするに至った経緯と、仕事の難しさ、あと最後にちょっと、働く理由について今回はお話しさせていただきました。本当はですね、e スポーツについて熱く語りたかったんですが、今回はちょっとね、時間が足りなかったので、この仕事についてで話を終わりいただきたいなと思います。本日は貴重な機会をいただきありがとうございました。皆さん、はじめまして、矢口恭介と申します。今回、近日のフィールド当事者として、長期入院生活から地域に出て、社会とつながることの大切さや難しさを経験の中から少しお話をさせていただきたいと思います。簡単に自己紹介をさせていただきます。僕は現在33歳で埼玉県に住んでいます。僕の病気ですが、主体型筋ジストロフィーという筋力が徐々に低下していく進行性の病気です。よく筋ジストロフィーや筋ジスなんて訳されることが多いですが、この筋ジストロフィーという病気はたくさんの方があり、それら病型に分類されない筋ジスの総称がこの主体型筋ジストロフィーになります。現在人工呼吸器を24時間使用しながら地域で生活をしています。自分の体で動かせるのは指先5センチの範囲だけなので、生活のほとんどは介助者のサポートが必要になります。今回お話しさせていただくのは、幼少期から入院生活で感じてきたことや、地域移行してから就職することの難しさをお話しさせていただきたいと思います。この病気の進行は個人差がありますが、僕の場合、幼い頃は普通のこと何ら変わりありませんでした。兄弟と追いかけっこをして遊んだり、自転車だって乗ることができました。ですが、小学校に上がる頃には進行が見てわかるようになり、大学病院で検査を受け、そこで初めて病気を知りました。1997年の小学3年生の頃には、写真で見ていただいてわかるように、ふらつく体を母が支えています。この時代は、インクルシブ教育などの考えがまだ乏しく、他の子と同じように学校生活を送るには、バリアが多く厳しいものがありました。ただみんなと一緒に勉強がしたい、一緒に遊びたいという思いは叶わず、地元から離れた養護学校、
現在の特別支援学校が自立する学校に転校します。それと同時に親元を離れ、入院生活も始まりました。そこには仲の良かった友達も、親も兄弟もいない、病院生活が寂しくて、慣れるまでにとても時間がかかったのを覚えています。2004年、高校進学のため、埼玉県の病院に転校することになります。ここでも同じような病気を抱える仲間と共に過ごし、学校も病院もいつも一緒でした。もちろん同じ境遇だからこそ分かり合えることもありますが、どの世代も友達という存在はとても大きいのではないでしょうか。この入院生活というのは、外との関わりがどうしても少なくなるため、この時は病院だけが僕の生活のすべてでした。そんな高校生活を送る中で、卒業生の話を聞く授業があり、そこで衝撃を受けます。それは自立生活という生き方、選択肢があることを知ったことです。長年の入院生活から飛び出し、地域で生活する先輩は、とても生き生きして見え、輝いていました。話を聞いていく中で、病院が生活の場として、全てではないと強く感じました。重度の障害があっても、地域で元気に過ごせる。病院でなくてもいいんだと、その時から自立生活を夢見るようになります。ですが、高校を卒業してから7年が過ぎていました。退院して地域に暮らしたいという思う反面、心の隅には自分には無理かもしれない。なかなか地域に飛び出す勇気が持てず、踏ん切りがつきませんでした。専門病院での生活は、いい意味でも悪い意味でも管理がしっかりされています。病状も穏やかに来れたのも管理のおかげだったのかもしれません。ですが、この病院生活には、自由を自分で選択して決めることもできないことが多いです。決まった時間、決まったスケジュール、自分の治療でさえも希望通りにならないことがあります。でも、病院の中には自分の居場所はあります。このままベッドの上で生涯を病院で過ごす、それで本当にいいのか、外の世界を知らないままで本当にいいのかと悩みに悩み続けました。でもやっぱり一度きりの人生、チャレンジ次第に後悔だけはしたくない。そう思えた時にやっと決心することができました。準備はとても大変でした。今思い返すと、特に両親と主治医の説得が一番苦労したかもしれません。当然失敗から来る反対の思いだったことは分かっていましたが、初めから可能性を否定されるのは悔しかったので、まず一つ一つ問題や課題を整理して対策や安心材料を積み上げることを続けました。すると、初め反対だった先生や両親も次第に応援してくれるようになり、安心して準備を進めることができました。担当の看護師さんや、たくさんのスタッフの方、そして会社の方たちに応援してもらい、サポートのおかげで、2017年の6月に2年の準備期間を経て退院することができました。長年憧れだった地域での生活を始めることができ、諦めずに良かったと、今心の底から思います。そして、ただ与えられる日常と思っていましたが、その入院生活の中には、たくさんの思いや気持ちも与えてもらっていただと、地域に出て改めて感じました。地域での生活では、自己選択ができるようになり、些細なことでも自分が選んでいるんだぞと感じることができます。もちろんそこには、自己責任がついてきますが、自分で選んだ結果なので、後悔はしないです。地域生活も3ヶ月が経ち、落ち着いてきた頃、もっと社会とつながりたいと思うようになっていました。そして、何か仕事がしてみたいと思ってはいましたが、
自分に何ができるのか、社会経験は一切ない自分にできる仕事が果たしてあるのだろうかと、いろいろ調べ始めたのもこの頃でした。今ではすっかり定着しました働き方。テレワークもまだこの頃は普及していなかったので、この画期的な働き方にとても驚きました。同時に、これなら難病があっても在宅で仕事ができると確信しました。30歳目前にして、人生初の就職活動、ハローワークにも通いながら、テレワークのセミナーや講演会、合同説明会などに参加し続けました。ですが、業務時間や障害の状況から、なかなか現実はそうは甘くありませんでした。周りからは働けるの?と聞かれることもあって、プレッシャーも感じていました。心が折れそうな時に、あるセミナーで、企業の社長の方にかけていただいた言葉があります。それは、諦めずに求め続けること、そして行動し続ければ必ず仕事に結びつくから、その言葉を信じて求め探し続けました。きっかけは簡単に行われたテレワークに関するセミナーに参加した時のことです。他のセミナーでも面識があった主催者の方から、その後どう?と声をかけていただきました。そして、今頑張ってるベンチャー企業があるんだけど、ウェブ面接を受けてみたらどうか、と紹介していただいたのが始まりでした。翌日にはパソコンの前での面接。パソコンの前でこんなに緊張したのは人生初めてでした。緊張の面接が終え、代表の方から嬉しい話がありました。仕事をしたことがないなら、まずやってみて、できること、できないこと、得意なことをうちの会社で見つけていこうかというものでした。チームラリーだった自分を受け入れてもらえて本当に嬉しかったです。自分の中に役割と新しい居場所ができました。社会経験ゼロの僕にたくさんの仕事を経験させてくれました。社会人1年目として育てていただいたこと、とても感謝しています。以前の会社からは卒業しまして、現在は一般社団法人 PPEC のメンバーとして、毎日やりがいを感じながら働いています。一般就労は、制度の面においても、まだまだ重度障害者にとってハードルが高いのが現実です。でも、この IT が発達した現代なら、どんなに障害が重くても、働けます。安心して働けることが当たり前になる社会になるよう、まず元気に働いて示していこうと思います。最後になりますが、アヤ世代は、がんの患者さんにとっても、難病の患者さんにとっても、多くのことを考える大切な時期です。病気のこと、これから人生のこと、自分がどのように生きていきたいか、たくさんの選択をしていくと思います。時には難しい選択もあることでしょう。でも、どんな時でも自分で選び抜いた選択なら、明るい未来がきっとあると信じています。これからも自分に正直に、自分らしさを大切にしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。